どうも、長めるだいでーす。片梨一郎です。今回は2003年に公開されたドラえもんのび太と不思議風とかについてなんですけど、台風の風子ちゃんのやつでしたよね。そうそう、これは結構有名なドラえもんの原作に出てきた台風の風子というエピソードを劇場版サイズにまで大きく膨らました作品なんですよね。はいはいはい。じゃあざっくりまずあらすじからいきますと、のび太の元に現れた台風の子供風子は、なんと大昔世界にノアの大洪水を引き起こした魔物マフーガという風の竜の分割された存在だった。再度世界に大洪水を引き起こそうとする悪者からのび太は風子を守ることができるのかって感じなんですけど、はいはい。でまず個人的に今作の非常に印象的だった部分として、絵柄の雰囲気が大幅に変わってるところなんですよね。ああ、言われればなんか変わったよな。キャラの視線や動かし方の雰囲気がより洗練され綺麗になったと言いますか。でそれに伴い映像や演出が従来より派手にあった印象を受けましたよね。特に最終決戦の場面とか、今までのドラえもん映画にはなかったような空気感で、巨大台風同士が相殺し合うというスケール感のある展開をめちゃくちゃ盛り上げてくれてましたよ ね。封印の剣を手にしたのび太が風の民の少年であるテムジンに乗せてもらい、空中で現れる巨大な風の竜に切りかかって貫くところとか、完全にゾットに乗ってガニシュカ最低を倒した時のガッツでしたもんね。そこまで映えるすら感じだったっけ。でそんなベルセルクと勘違いするほど派手な映像の雰囲気もスケール感のあるストーリーにぴったりでよかったんですけど、今回はそのストーリーそのものもというか風子の設定もめっちゃ好きだったんですよ。細かいとこ覚えてないけど、どんなだったっけ。今作はモンゴルの遊牧民っぽい感じの風の村って場所が舞台なんですけど、ここらに暮らす風の民と嵐族は昔から仲悪かったらしいんですよね。で嵐族のウランダーという悪いシャーマンが自ら作り出したマフーガという巨大な風の竜で世界をむちゃくちゃにしてしまってるところを、風の民のオサが封印の剣みたいなのでマフーガを3分割して封印したって感じの因縁があるんですよ。で復権というか、現代まで天下を諦めきれなかった嵐族の奴らがそのマフーガの力を求めて封印の祠をこじ上げたことにより、四年体のようになっとったかつてのオサであるウランダーと3分割されていたマフーガの部品が復活してしまって、そのうちの一つが日本に飛来してのび太と出会い、フーコと名付けられるって流れなんですよ。でのび太とフーコは喧嘩したりしながらも本当の兄弟のように仲良しになっていくんですけど、ここはもう死ぬほどシンプルに最高だと思うんですが、最愛の存在が最悪の厄災の化身であるキーってめちゃくちゃドラマチックっすよね。もうドラマしか起きないね。まるでザコシショウさんのネタと言いますか、誇張しまくった可愛いやつのような演出としまくったフーコがクライマックスで本当に効いてきますよね。あの可愛らしかったフーコが自らの意思とは関係ないところで世界を破滅に導く要因とされてしまうとか、それはいつもヘタレなのび太もガッツ並みのガッツ出しますよね。んで個人的にはむしろこの後の方がヤバかったんですよ。マジで山本康信さんのスローカーブのような完璧な緩急でしたよね。この後のび太が風の竜を切り裂いてフーコだけ分離することに成功したんですが、まだマフーガは生きてたんですよね。でもうダメだってなってた時に、フーコが温かい空気を充電してマフーガの引き起こす台風と逆方向に飛び総裁を狙うんですが、そこでもうフーコ頑張れの大合唱になるじゃないですか。まあ、従来のドラえもんではなかったぐらいに表情をぐちゃぐちゃにして叫ぶのび太に、のび太たちを守るため歯を食いしばって飛び続けるフーコって感じでデレ派手なクライマックスの映像が続くんですが、全てが終わったとまさに台風一過演出が入るじゃないですか。死ぬほど想像しかった世界が静まり返って日が差してくるという。で追消滅してしまったフーコの抜け殻であるぬいぐるみがゆっくり降りてきて、それをそっとのび太が受け止めるんですけど、その後ですよ。さっきまで嵐に負けないぐらい叫んどったのび太が静まり返った美しい世界の中で声を押し殺して泣くんですよ、ね。ここの三笘選手のドリブルような緩急マジでやばくて、僕は普通にポロポロ泣いちゃいました。なんか自分の人生振り返ってみても、無力感や悔しさ悲しみが本当に爆発しそうでやばい時って、逆に涙と感情を抑え込もうとしたってこういう泣き方になると思うんですよ。この場面ののび太の泣き方って全然アニメ的じゃないと言いますか、めちゃくちゃリアリティあって僕クッソすぎるじゃない。泣いちゃんのび太より泣いてそう。あと今作でもう一つ個人的に好きだった部分として、敵役のロマンなんですよ。今作の敵役ってどんなやつだったっけ。今作の黒幕はイニシエのシャーマンウランダーではなく、彼を裏から操っていたストームという22世紀の考古学者なんですよね。マフーガの力によって21世紀の世界を全て洗い流し、自らの手で新世界を創造しようとしてたんですけど、その発端になるのが予言の書かれたペンダントなんですよ。ほいほい。そこには2003年にマフーガが復活すると書かれていたみたいなんですが、22世紀が存在する時点でその予言は外れたわけじゃないですか。そうね。そこでこのストームはその予言を自らの手で実現させに来たんですけど、考古学者として考えたらこのロマンマジでえぐくないですか。確かに自分が先行しとった時代場所にとんでもない言い伝えがあったことを発見して、その実現されなかった予言の書を本当に実現させたら、その時一体何が起こるのか一度この目で確かめてみたいって、めっちゃワクワクしませんか。まあまあまあ、正直僕は黒幕を未来の考古学者にしたならば別に、世界を掃除した後に新世界の支配者となるみたいな、なんでお前そんな野望を持つ性格なのに考古学者なんか志したんやって言いたくなるような流れなんかにせず、マフーガの力を一度この目で確かめてみたかったみたいな、ロマンを追求するイカレな考古学者でよかったんじゃないかと思うんですよね。個人的になんかこいつのロマンにめっちゃ共感したっていうか、そら確かにやってみたいって強く思わされてしまったんで、そこだけ抜粋されると確かにそうだわ。じゃあ最後よりどうでもいいこと一つだけ、個人的に笑ってしまった場面についてなんですけど、それはマフーガを封印しとった剣をウランダーに取り憑かれてスネオが引き抜こうとしている時に、縛り付けられてるジャイアンがどうにか阻止しようと、スネオ俺の歌を聞けってマクロスみたいなこと言い出した後のドラえもんのリアクションなんですよ。リアクション
あまりにも予想外の言葉を聞いたドラえもんが思わず漏らす一言がちょっと疑問系のなんですよ。まるで小学校の下校中、道端で犬のうんこ発見した時、友達が俺全然食べれるよっつっていきなり素手でわしづかみした時に出るのと言いますか、人間が心底引いてる時にしか出ないリアクションしたドラえもんがなんかめっちゃ面白かったですってところで、じゃあお疲れっす。